こんばんは。2月12日水曜日、ニュースをお伝えします。まず今日の主な内容です。新型コロナウイルスとの戦いが続く中、重点分野の企業が相次いで操業を再開しています。在中国日本大使館の横井豊大使が映像を通じて新型肺炎に立ち向かう中国人民に慰問の意を伝えました。番組後半はトップハイライトのコーナーです。全国人民代表大会常務委員会は野生動物保護法の改正を今年の立法計画に取り入れると明らかにしました。外交部の高層報道官は11日、中国とロシアは新たな発展のチャンスに恵まれていると中ロ関係を高く評価しました。はじめに、新型コロナウイルスとの戦いが続く中、湖北省を除く中国各地では重点分野の企業が相次いで操業を再開しています。北京冬季オリンピックで使用される施設の建設現場では整然と作業が進められています。新型肺炎の予防対策として、作業員は毎日現場に出る前に体温を測定し、体の調子を確認しています。また医療物資やエネルギー、食料、物流など重点分野の企業が各地で続々と操業を再開しています。中にはクラウド技術を活用した遠隔操業を実施している企業もあります。人々は新型肺炎との戦いを進めながら、生産能力の確保にも取り組んでいます。中国駐在日本大使館の横井豊大使は映像を通じて、全力を挙げて新型肺炎に立ち向かう中国人民に慰問の意を伝え、日本は全力で支援していくとの考えを示しました。大家好，我是日本驻华大使韩吉玉。此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情，给武汉以及中国各地。横井大使は、新型コロナウイルスによる肺炎が武漢をはじめとする中国各地に重大な苦痛と損害をもたらしていることに対して、心からお見舞い申し上げるとした上で、日本は一位大水の隣国として、また困った時の友人として、新型肺炎に立ち向かう武漢、そして中国の皆さんを全力で支援していくと示しました。武汉加油、中国加油。現在 CRI 日本語放送では、公式サイトとアプリ CRI 日本語、 Facebook、Twitter の公式アカウント上で、感染予防抑制の最前線で戦う中国の人々への応援動画を募集する中日応援リレーを行っています。参加方法はこちらの QR コードをスキャンしてご覧ください。皆さんからのご投稿をお待ちしております。続いてトップハイライトのコーナーです。中国の主要メディアで取り上げられたトップ記事をダイジェストでご紹介します。全国人民代表大会常務委員会は、野生動物保護法の改正を今年の立法計画に取り入れることを明らかにし、動物防疫法の改正作業も加速させています。今回発生した新型コロナウイルスによる肺炎は、野生動物が感染源である可能性が極めて高いため、野生動物の違法取引の取り締まりが一層強化されていく見込みです。外交部の高層報道官は11日のオンライン記者会見で、今年は第二次世界大戦勝利と国連発足75周年であり、中ロイノベーション年が発足する節目の年であるとした上で、中ロ関係は新たな発展のチャンスに恵まれ、今年両国元首の相互訪問が予定通り進められると明らかにしました。国家発展改革委員会社会発展室の王行李市長は11日の記者会見で、現在全国で生産を再開したマスクメーカーは 76% を超えたとした上で、
まだ生産を再開できないでいるメーカーの人手不足と材料不足、資金難などの問題を解決するため、生産拡大を希望する企業に対しては、中央予算内での投資を行い、サポートしていくとの考えを示しました。湖北省武漢市では、ここ数日、まだ感染症治療の現場経験のない医療スタッフに対し、患者の管理、隔離エリアのレイアウト、無菌操作、自己防護の専門知識、使用済み医療機器の処分といった内容のトレーニングの強化が進められています。なお、9日24時までに、全国各地から165組の医療チーム、合わせて 19,916 人の医療スタッフが湖北省に派遣されました。以上、今日のニュース、劉英里がお伝えしました。